とマネージャーさんに出したいって話はずっとしてたので、こういざ話もらった時にすごいなんか、あ、もう出していいのっていう驚きと、出せるんだっていう喜びがあってすごい嬉しかったのを覚えてます。僕のおばあちゃんの地元が熱海で、すごいなんか縁を感じました。でっかい温泉があって、でっかい温泉っていうか露天風呂があって、撮影終わりに夜中に一人で行くのがすごい楽しかったです。はい、あとこの写真を撮られるのがすごい好きでというか、なんか楽しくて、その被写体になるのがすごい楽しかったので、こうもともといろんな方の写真とかずっと見てたんですけど、衣装は本当にすごい可愛いのをたくさん選んでもらって、ヘアメイクもたくさん可愛くかっこよくしてもらって、だから本当にこう周りの方にすごい、スタッフさんにすごい支えられていいのができたなと思います。再確認、まだ顔はまあ綺麗な顔はしているのかなっていうのは思ったのと同時に、こうここのほくろ、ここのほくろが割といいだなっていうのを思いました。はい、5年前からずっと写真集やりたいって多分思ってたと思うので、出せるよっていうのを言ってあげたいです。これから頑張ってそのまま仕事続けてればいつか出せるようになるよっていうのは教えてあげたいですね。はい、まずはテニューミュージックやテニスの王子様出て、それでファーストシングル出して、で、まあ、この写真集ですかね。でもそれぞれなんかいろんな成長ができたのかなって思います。不安が最初に出ると思いますね。だからそのミュージカルの時も最初は本当に何が何でもやりたくなかったですし、その本当に何が何でもやりたくなくて、絶対にやってたまるかって思ってたんですけど、まあ、いざやってみたら本当に楽しくて、まあ、それが今実際大好きな仕事になってっていう中で、まあ、それを経てもう今はちょっと楽しみになったのかなっていうのは思います。まだ強くなりたいですかね、本当に心も体も、まあ、いろんな面で強くなっていければなっていうのは思ってます。今後もですね、また去年みたくいろんなことに挑戦して、いろんなものにチャレンジして、いろんなものを成し遂げてっていうのをやっていきたいなと、やりたいなと思っているので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。はい、この写真集はですね、僕が19歳から20歳までをまとめた写真集になっております。本当にいろんな僕の表情が見れると思うので、ぜひ楽しんでたくさん見てください。